も、シュンです。今日は、ナビです。今日は、なんと、あのガレージがやってきました。イエー、寒い、寒いよ。あったかそうだね、これかわいいじゃん。黄色かわいい。あ、黄色かわいい、サンキュー。さあ、前回松本物置うちに来ましたけども、今回は実はガレージを購入しました。こちらです。ドン。大きい。大きいよ。大きいよ。さあ、開けてみましょう。はい、こんな風になっております。はい、バイクガレージは、なんか何にもないです。箱です。簡単に言うと。ここにね、イリュージョンの道具、もろもろをね、今ある分、最低でも、この中に全部収まりきるかもしれない。収まりきらないので、多分もあっちの物置も使います。はい。というわけでね。はい。約 2.9、2.9。約3メーターぐらいあります。高さも結構あります。で、何にもないです。箱っす。簡単に言うと。で、今回はこれ、タクボのね、ガレージ、バイクガレージの一番大きいサイズ。で、固定資産税が館内、DNI でやりました。さあ、これにね、全部詰め込んでいきたいと思いまーす。イエーイ。ちなみに、はい、この下なんですけど、これ見てください。トラックの荷台に敷く、ゴムマットをね、敷いております。こうすると、滑らないっていうのがありますね。で、業者さんに言われたんですけど、まあ、松本物置もそうなんですけど、芝生を敷くっていうのもね、あるんですけど、芝生を敷いてしまうと結構あのゴミが、ね、間にはまってしまったりとかして、掃除がめんどくさいなと思ったので、今回いろいろ探したらこれがないんじゃないかなって思って、見つけてこれを敷きました。で、1枚じゃやっぱりちょっと足んなかったです、ね、ですので、3枚買って、1枚1枚敷いて後ろにカットしたやつを敷いてます。で、テープでね、止めております。養生テープです。ここで鬼ごっこできるね。よーいどん。おー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 、いっぱいいたー。次パパ、はい、次パパ、じゃあ逃げる。はい、捕まらないよ。はい、じゃあね、はい、というわけで、よいしょ。これからね、全部道具を中に入れていきます。入れていきます。よし、やるぞー。
歩くだった。はい。何で歩くだった。そうなんか食べてみよう。むしゃむしゃむしゃ。どう？教えてね。はい。もう見えた。はい。ただに入って鍵をかけて。ガチャガチャガチャ。お風呂に入ってゴシゴシ。ご飯も食べて。電気を消して。やったの？お願いします。ボタンを押してね。